ああ、綺麗になった。くら。ちょいいってくら。もう怖かったな。正直怖いの、クラちゃん。正直。見てな。なんで出てきてんの？怖かったな。うん、黒雪の怖いもの知ってる？黒雪、なぜかコロコロが嫌いなんだよ。これ。ほら、逃げようとするでしょ。コロコロ、黒雪嫌いなの。これ見せると、どっか行っちゃう。昔飼ってる飼い主なんかコロコロでやられたんじゃない？くだ。え？よいしょ。ん？くだ？くだ？あ！え？やだなこれ。くだ。あ！これだこれ。何？ほれ。あー、しっちゃさ、ありがとう、アナビ。いつもありがとう。クロありがとうって、アナビ。クロありがとうって、しっちゃさ、ありがとうって、クロ。ありがとうって、クロちゃん。よかったね。アナビありがとうって、クロ。あ？クロ。コロコロ？あ、あー、嫌なんだ、これ。コロコロ。よいしょ。ん？よいしょ。あ？コロコロ？やなの。コロコロやなの、コロ。ん？あー。ん？コロコロ？あー、コロコロだ。あー、コロコロ。あー、コロコロコロ。大丈夫になったの？ね、やだな。ピャーンって来たね。けど、ピャーンって。ピャーンって来たね。本命はやだ。花火足りないじゃん。あと何発花火。だから、キング、本命はだから花火投げりゃいいじゃん。なあ、昼飯抜いて。あと6発だよ。そんなね、200万勝てる予想をすぐに発表するわけないでしょ？君たちに。対価を出しなよ。ほら、プロとしてプライドを持ってやってんだから。200万勝ってんだから。200万勝ちというね。そんなやつはね、ただで、そんなね、タヌキのね、ゴミのクソの吐き溜めみたいなタヌキのコメントで教える必要ねえよ、バカが。舐めてんのか、お前。プロ。花火10発でも安いよ。ゴミがよ。高くねえ、別に昼飯抜きは食え、ね、投げられんだろうがよ。昼飯抜きやよ、こんなもん。ねえ、クドちゃん。
花火ちょうだいって。花火ちょうだいって。うん、昼飯抜けよ。なんか食べたいです、ね、だって、このね、1000円ね、花火投げたら、ね、それが何十倍、何、ね、何百倍になって帰ってきて、昼飯なんていくらでも食えるわ。うん、だろ？一日昼飯我慢すれば、明日から一週間ね、最高級ステーキ食えるわ、昼飯で。それ約束してやるよ、俺が。うん、だから我慢し投げろよ、花火を。もっと。ああ、何やってんの。クロスケなんかわけねえだろ。何がクロスケだよ。バカか。クロスケなんか来るわけねえだろ、あんなゴミ馬。クロスケとかお前。ふずちゃん、ふわふわ。27日から東京行くけど、あの、誰も、誰か遊んでください。予定が31日までいるけど、予定がないんですよ。28日に、あの、クイズの番組の収録があるから、それだけだね。あとも予定ないんで、誰か。ね、クダちゃん。ん？お留守番しててね。お留守番で4日間。ね。明日から4日間お留守番。うん、お留守番しててね、いい子ちゃんね、4日間。うん。いや、ワインはダメ。ワインだけは飲めないんで。うん、なんでこんな早く枠開いちゃったの？暇だから。いいじゃん、早く開いたって。何がいけないんだよ。早く開いて。